2000年前ぐらいに生きてた人がこんなことを言ったことがあるらしいんですね。投げられた石にとって登っていくことがいいことでもないし、落ちていくことが悪いことでもないじゃん。この言葉を記したのは2世紀ぐらいに生きていたローマ帝国、皆さんもなんか歴史の教科書とかで聞いたことがあるあのローマ帝国ですね、の皇帝をしていたマルクス・アウレリウスという人だったそうなんです。でこの人はローマ帝国の皇帝をしながら毎日自分の部屋にこもってですね、感じたこととか考えたこととかよくわからないポエムみたいなのを日記に書きつけてたらしいんですよ。でその中に書き記されていたのが先ほどの言葉なんですね。落ちていくことが悪でもないし、登っていくことが善でもないと。で今日はこのささやかな謎めく言葉を皆さんに送れればなと思って出てまいりました。ニコニコと没落しようと。